あ、あれここどこだっけ。あ、なんだっけ、エルヘブンだ。違う、エルヘブンだよね。パパス王子は行ったとこに、どこに、ん、こんな朝早くからまたマーサ殿のとこだろうか。王になられる日も近いというに、またサンチョ殿や王様に叱られず、おろおろ。あ、エルヘブンにいる。エルヘブンだ。王になられる前ってことは過去なのか、過去の話か。やはりマーサ様の顔を書くならマーサ様がいないとどうも筆が進まないな。しかし祈りの部屋の兵士は守、ん、祈りの部屋は兵士が守っていて私は通してくれないからな。それに先日お金に困って、ん、絵の道具もすっかり商人に売ってしまったし、最悪やなお前。おっ、おパパスだ。わかっちまった、よくわかんねえ、顔が見えねえ。なんとかマーサ殿の絵を描いてもらえないのだろうか。お城の名工が王位継承の記念にロケットのペンダントを作ってくれたので、それにマーサ殿の絵を入れて、やがて来る結婚日の日に。ロケットって、なんかさ、お城のさ、ちょっとさ、ぽっちゃりしたなんかおばちゃんになんかそれっぽいことなんか言われなかったっけな。ロケットってなんかこうペンダントみたいなやつでパカって開くやつだよね。あれなんか違う、なんか思い出した、なんかあったよね。なんかそれ、お城なんかぽっちゃりさ、使用人みたいなおばちゃんになんかそんなエピソード聞いたな。なんか言ってなかったっけ、おや、あなた旅の人かなって。ほほ、見かけ、うん、見かけ、お見かけしたところ、かなり旅慣れたお方の息子です。どうもパパ、僕だよ僕。お、そうだ、あなたなら妖精の羽ペン、パオームのインク知ってるのでないか。妖精の羽ペンってなんだ。それがあれば何年も色褪せない絵が描けるのだそうだ。もし持っていたらぜひ貸してほしい。無実な願いだか分かっているが、この気持ちどうにも抑え、もうパパがあれなのか。パパス、ちょっと顔見せてくれ。いや見れない、アップで見れない、アップで見れない。ドラクエ8じゃないからアップにはならないのか。なんだ、また妖精の羽ペンってなんだ。パオームのインクってなんだ。なんかあれか、パオームって敵いたよね、いなかったっけ、ゾウさんみたいなやつ。ドロップ品か、これはどこにあるんだ。妖精ってことは妖精の城か村に行けばもらえるのかな。妖精ったら妖精だよね。まあいいや、もうちょっと情報収集しようか。何年経っても消えないインクとペンキじゃっとって、インクはもちろんパオーム、あ、待った、パオームのインクがよかろう。北の教材を保ねるといい。だってペンなら妖精の羽ペンが何よりも妖精の村の図書館で今も作られて、あ、待った、ちょ待って、我がわしの分はこれ一つか残ったら、待った、いけない、ヒントがあった、ごめん。思いっきりこっからカットすると思ったからちょっと気抜いたわ。北の教会ってあれだよね、グランバニアかなんかの、なんだっけ、なんか空飛ぶ靴だっけ、だよね。でなんか飛んでったんだよね。で大臣みたいなやつが、なんだったっけ、ごめん、ちょっと少し記憶がぼんやりしてるわ、ぼんやりしとる。なんか売ったんで、奥さんを売ったんじゃない、ビアンカ売ったのあいつだったっけ。え、ごめん、ちょっとそこらへん、ちょっと少しあれだわ。北の教会ってあったよね、北の教会。オッケールーラ唱えた。なんだ、俺あそこだけで完結するエピソードだと思ったけど全然違うのか。ここってたまに俺、この教会様、神父様も書く神様の言葉を書にはいろんな教会を配られてるんだよって。何しよう、あ、特別なインク書かれてるからどんなに時が経っても消えることがないのさ、だって。あ、ちょっとなんかちょっと違う、なんだ、この教会古から伝わる不思議なインクを作るためにもう何年も、誰だ、どっからもらえるんだ。特別に配合したインクをパオームの基板を入れて何年もかけて、いやこれなんかドロップで持ってこいと言うんじゃねえだろうな。やっとやっと出来上がったのだ。この感動を多くの人に分かち合いたい。君も、ま、あ、くれるって。パオームのインクを受け取った。オッケー、ありがとうございます。これはあれなの、あそこに行ったら初めてもらえるのかな、もともともらえたのかな、どうなんだろう、それはちょっと分かんないよね。妖精の村の図書館とか言ってた、図書館なんかあったっけ。20年ぶりぐらいかな。なんとお前さんがあの時の子供か、大きくなったの。あ、喋ってる、ピギーって聞きたかったのに。ピギーって聞きたかったのに。どこだ、妖精、なんか図書館って言ってた。ここもいいよね。このドラケ5のこのめ、あの子なんだろう、このメルヘンな感じなのにちょっとえぐいじゃん。
っとえぐいじゃん。ちょっとえぐいじゃん。図書館へようこそ。え、私の聞きたいことがあるのですかって。妖精の羽ペンが必要なのですね。よろしいですわ。あなた方はきっと大事に使ってくださるでしょう。この羽ペンお持ちください。おー、ゲットした。結構早かった。結構早かったな。簡単だった、簡単だった。僕結構、いや結構な、ここが対策になるのかなと思ったから。これで戻ればいいのかな。青さんが持ってなかったからってこと。嘘でしょ。あ、そっか、一人しか来てないから、そういうことなのか。あ、ビンゴ。危ねえ、危ねえ、ちょっと危ねえ。もう一回行くとこだった。危ねえ、危な。なるほど、青さんが持ってなかったってことね。なるほど、軸を超えて、ちょっとあれだ、息子から取ってきたわ今。なんと妖精の羽ペンとパオームのインクを持ってきてくださったのか。ありがたい、早速お借り しようぞ。だって渡した。いいよいいよ。祈りの兵の番人をどうするかだ。え、まだなんかやんなきゃいけないの。え、あいつどうしたらいいの。 あいつどかせってこと。ちょっと待って、ヒントがないぞ。ヒントがどかせってこと。なんだっけ、掛け事が好きなんだっけ。なんかさっき言ってなかったっけ、掛け事が。なんか宿屋のなんか姉ちゃんがなんか言ってなかったっけ。いいこと教えてあげますわ、あの方掛け事が好きなのですとか言ってなかったっけ。なんかそれっぽいこと言ったよね。長老、ちょっと上の兵士をどかしてほしいんだが。もういな、いや、いないのか。不満がある気はありません。オッケー、さっきと一緒だ。これさっきと一緒だね。あれ、いないのかな、いるのかな。いる？あ、いる。通すわけにはいかぬ。あれ？マーサいる？あ、どうしたらいいのこれ。福引き券。これ渡す。また。使う。主役者になってしまった。あ！それはスゴロク券。夢にまで見た噂の。ビンゴ！兵士の手ってスゴロクの券をそっと握らせた。5本。あ、私はちょっと長老様にお話が。これよ、これにて。よし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 。なるほど、これがヒントだったってことね。あら、兵士がお客様いるなんて珍しいわねって。それともあなたは、その目に心を奪われたのかしら。ん？あなたはどこから来たの？なんだか不思議な感じがする。あ、ちょっと鳥肌が立った今。鳥肌が立った今。やっぱマーサさんはちょっとわかるんだね。不思議な感じ。でも、息子だってことは分からないよね。未来のことまで分からないもんね。いや、なんか、もうなんか今のだけでお腹いっぱい。お腹いっぱいっていうか、これどうしたらいいのこれ。パパスに行っとこ行けばいいのか。もう超いいじゃん、このエピソード。パパスってパパから来てんのかな。マーサもマもママから来てんのかな。ねえ。いや、今更かよって言われるけど、そういうことなの？パパから来てるパパス。ママから来てるマーサ。わかんないけど。あとはマーサとの、あ、終わったよ。出かけるって？なんということは、なぜそこまでしてくださるのだ？てんてんてん。てんてんてん。あ、これてんてんてん。こいつは何なんだろうかと思ってるのね。とにかく今お言葉に甘えることにしよう。ところで参りましょう。マティストの。参りましょう、いざ。これさ、いや、覚えてないんだけど、これさ、ここになんかいたよね、なんか。なんかボロボロのジジイみたいな、いなかった？なんかちょっとボロボロなジジイがいたような気がするんだけど、違ったかな。あ、いない。あー、会えてる。おかげでこのロケットペンタントに家を入れることができます。申し訳ないが少し時間がかかるので、一旦帰ってからまた来てくれないだろうか。お借りした動画は絵が完成したらすぐお返しします。なんだか恥ずかしいわね。でもパパさんがどうしてもって私にこんなにまっすぐに近づいてきてくれる人は誰もいなかったわって。神様に、見てこれ見て、ほら親子よ、ここ。ほら、あ、孫連れてきたかったな。孫。我が話しかけて、ロケットに入れるような小さい色付けが難しいんですよ。わかりました、すいませんでした、邪魔でした。後から来てくれってことは どういうこと。宿屋に泊まれってこと。いや、思った以上にがっつりしたエピソードだったね。がっつりしたエピソード。いや、でもいい、うん、いい。でもそれがいい、逆にそれがいい。俺ちょんと、あ、10分もいかないのかなーなんてちょっと思ったから。いや、こんながっつりしたエピソードあんだ。あれ、どこ行った。いや、マジどこ行った。まあいいや、ちょっと一回、ちょっとあれか、あっち行くか。
あの、絵描いてたやつの家行ってみる？そうだよね。あれ？なんか嫌な感じで終わんないんだよ。なんかちょっと不安、ちょっと若干嫌で不安になってきたんだけど。もう普通に、あれなのかな？城に行ったの、帰ったってことかな？パパス。でも、いない。あ、戻ってきてくれたんだねって大事な道具を。ありがとう。確かに返したよ。あ、袋にしまったらって。そうそう、パパスからの伝言だって。助けてくれて本当にありがとう。次に会うときはこの命に代えてもきっとお礼をするから。もうなんか鳥肌立つな。なんか分かってたのかな？だってさ、完成したよ。嬉しそうに持っていったぜって。今この二人は東の海を出る頃かな、だって。あ、二人ともいなくなっちゃったんだって。これで終わりってことなのかな？え、これで終わり？あ、これが、あ、だから完成したよってこと？そういうこと？絵が入ったに変わってる！細かい！あ、やべ、鳥肌だった、今。あ、マジ鳥肌だったんだけど。これ、過去のサンタローズ行ったら、あれじゃね？あなたはあの時のってエピソード聞けんじゃないか？あるでしょ？あるでしょ、多分。ない？わかんないけど。行こう、ちょっと行こう。いや、あるんじゃないか？いや、あるんじゃないか？試す価値はあるだろう。確か、あなたは見覚えのあるそのお顔はっていう、こう見て、多分いるよね、いるよね。ほら、あっちに。ももちゃん、ももちゃんいる、ももちゃんがいる、ももがいる。かわいい、遠くから見てもかわいい。ん？誰かは知らんが、私に何か言おうかな。はい、なんだって。いや、え、覚えてないの？なんでだよ。覚えててくれ。いや、変わらないか。そこはさすがに変わらないのか。なるほどね。ラインハットに行くなとね。そうね。これ言ってんだよね。そうだよね。そうそう。人の妻に似た人のお人よしだな、だって。さあ、もういいだろうって。そうそう。あ、そう。これはさすがに変わらんかったな。変わらなかったね。これちょっと変わらんかった。残念。これ残念。でもちょっと。にゃにゃじゃなくて。あ、かわいい。うん、どんなに辛いことがあっても僕は負けないよって。もう行こう。こんなもん、ちょっとお母さんもうこのあのセリフやばいね。もう行こうだって。かわいい。またももがかわいいんだ。ちょっとルーラで名物発物館行こう。ルーラ唱えた。唱えた。で、持って。ね、夜だね。夜じゃないといけないから。ラナルータね。オッケー。ラナルータ使って夜ね、はめ込んだらいいのかな？見れるのかな、これで。見れたらいいね。確か、さっきほら、これな、エスタークのやつもほら、変なお目あったじゃん。あれもほら、ちょっとここでいいか。もう一回ちょっと、いけるかどうかだけちょっと。置く。袋。ロケット。ああ顔が顔描いてある。わあ、もう俺ちょっとすごくないか、この話もまた。はあ、よかった。教えてもらってよかった。教えてくれた方、ありがとうございました。ありがとうございました。はあ見る。わあ、いい！いやあ、素晴らしい！ブラボー！いやあ、もうこれだけのために買った人も酔っぱいいるんだろうね。いっぱいよ、酔っぱいって言っちゃった。そこ噛むか。いやあ、よかった！やってよかった！いや、これは素晴らしい！いいエピソード！